おはようございます。こんにちは。こんばんは。文化人放送局スタッフ T です。いつも文化人放送局をご覧いただきありがとうございます。本日も文化人ニュースをお届けします。まずはこちらからです。経済安保分野のセキュリティクリアランス制度創設法3院で可決し成立というふうな記事です。経済安全保障分野の重要情報に触れる資格者を政府が認定するセキュリティクリアランス制度を創設する重要経済安保情報保護 活用法が10日午後参院本会議で与野党の賛成多数で可決成立した同法は漏えいすると安全保障に支障を与える恐れのある政府保有の情報を情報重要経済安保情報に指定犯罪歴など7項目の身辺調査を行い問題がない人に限って同情報を取り扱える資格を与えることが柱だというふうに言われていましてこちらがついに いい参院の方で可決し成立したということですね本当に高市大臣がここまで尽力してくださったおかげで、えー、成立することができたんだなと思いますと本当に高市大臣に感謝だなと思って思うとともにもちろんそれまでにやってこられた皆様にも感謝だなというふうに思いますまだまだ日本のおこういう防衛の法律っていうのが足りない部分がたくさんあるかと思いますので一つ一つー整備していっていただきたいなというふうに思いますね そしてこちらです。川勝知事の件ですが、ハッピーリタイアメント、新しい人生始まる、川勝知事、4期15年最後の日、9日午後に退任会見という記事が出ておったんですけども、ね、すごいにこやかな感じですよね。今日のお気持ちは、ハッピーリタイアメント、引退するってなんとなく寂しい感じじゃないですか。アメリカやイギリスでは新しい人生が始まるということというふうに言われていますね。 川川知事は自らの不適切な発言を受け4月10日に辞表を提出し9日が知事としての最後の日となりますということなんですけども不適切な発言をした最後の方がこんなにこやかでこういうハッピーリタイアメントみたいな感じで終わっていくのってこれどうなんでしょうかね。でこちら静岡川川知事が退任会見専人になる小鳥とお話しして過ごすというふうに言われていますね。 静岡県の川川知事は、在任最終日の9日、県庁で退任記者会見に臨み、JR 東海がリニア中央新幹線の2027年開業を断念したことについて、南アルプスの水,源水資源確保とリニア事業の両立を図るという4期目の公約に一つの区切りがついたと改めて語ったというふうに言われていますね。 加賀氏は冒頭8分間にわたり手元の紙を読み上げながらリニアをめぐる環境問題や国の有識者会議での検討内容を説明。工事自体に黄色信号が灯った。強引に進むのがか、とどまるのか、まさに岐路に立ったと持論を展開した。また4月に JR 東海が長野や山梨での広区の遅れを公表したことにも触れ、昨年までは静岡の遅れだけが繰り返し強調された。各線の感がある。JR 東海の姿勢が一新されたと振り返った。 今後政治活動を続ける可能性についてはありませんと即答1000人になるんでと続けた後で私の住まいは森の中小鳥と,とお話しして過ごすと小林一作にまつわる同様の替え歌を披露したというふうに言われていますねなんかこの職業差別発言した後、まあ、もちろんそれ以外にもいろんな問題があってねリニアを始めいろんな問題がありましたけどもそういう方の最後と思えないようななんか ハッピー感がすごい最後ですね。<laughs> 反省してやめるんじゃないって感じの空気がすごいするんですけども、どう思われますでしょうか、皆さん。ぜひ皆様のご意見など、教えていただけたらと思いますね。そして、こちら。そして、静岡県知事選があいよいよスタートしていく中でですね、こちらです。大村新一さんですね、候補者さんの一人であります、大村新一さんですが。 静岡県知事選挙、静岡市、浜松市、沼津市での出陣式には、本当に多くの方々が駆けつけてくれました。ありがとうございました。皆様の力強いご支援の下で、最後の最後まで静岡県のために戦い抜きます。本日は伊豆市、伊豆の国市、三島市をお伺いします、というふうに言われていますね。そして長和さんが、いよいよですね、思う存分ご自身の政策を県民の皆さんに訴えてください、というふうに言われていまして、ね、応援していきたいな、というふうに思いますね。 そしてこちらです、ダイアランドニュースさんですが、大村慎一さんを応援する理由、静岡県が一丸となれる力を持ち、誠実で真面目で、しがらみなくバランス感覚があり、東部、中部、西部を公平に見られる人というふうに、えー、このような市長さんたちがこのようにおっしゃっているものをこうつなげながらおっしゃってくださっていますね。ぜひ頑張っていただきたいですね。そして、選挙のことでいろんな話が出てきておりますので、改めてチェックしたいと思います。 朝日新聞が、四保守党の候補に投票したのはどんな人衆院東京中国補選。これ5月7日の記事なんですが、こういう見出しの記事なんですね。で、山狩さんが、四保守党の候補とか言ってて草。朝日新聞にせよ。読売新聞にせよ。テレビを含むマスコミ全般が、山狩の名前を言ったら死ぬ病にかかっている山いる件についてというふうに言われていますねで。これコミュニティノートがついてるんですよね。 ポスト内にも記事内にも「言いやかれ」という名前が普通に書かれていますというふうに言われているんですけどもこれについて吉田さんが検討はずれなコミュニティノートがついているが言いやしは最も重要である見出しに名前を出さない朝日新聞のやり口について通烈に論評しているのですというふうに言われていますね。本当にそうですよね。これポストだからこういうふうに見えますけどももし記事を開いたらここに出てこないということですもんね名前がね。 やっぱ記事を見て記事の見出しを見て結構記事チェックすると思うのでめちゃくちゃ一番重要って言っても過言じゃないぐらい重要だ見出しに名前がないっていうのはねちょっとどうかなっていうことで本当そうですよねそしてこちら翼の党の方の選挙妨害の動画撮影されたものですね井山さんがねおそ,らおそらく井山さんが撮影されたかと思うんですけどもこれですね 選挙妨害規制に反対する立憲民主党、社民党、公明党の連中よ、飯山かりに対する選挙妨害の実態を見るがいい。警察な何も動いてくんないよと嘲笑し、警察署前で私に暴言を吐き続け、公開リンチした。これのどこに正義があるのか。あなた方は暴力で女をねじ伏せる卑怯者の手先だ。恥を知るがいいというふうに言われていますね。 でこれを引用されて島田義さんが根元から腐った人たちを取り締まらない岸田政権と警視庁最悪の教育機関でもあるこういう方たちの振る舞いを目の当たりにした子どもたちは日本をどんな汚い,いじめ暴言も OK な社会なんだと思うだろうというふうに言われていてさらにこちら引用されて現に井山氏が心的障害を負った以上 こういう方たちのマイク、スピーカーを無力化する行為は正当防衛であって何ら違法ではない。そのための特別チーム、自警団を組織する必要がある。無力化対象はあくまで相手の加害資材、資機材とああ、失礼しました。加害資機材、身体ではないというふうに言われていまして、もうそうやって、うん、正当防衛をしていかなければならないような、そういう状態になっていってしまうんですかね。自警団を組織しなきゃいけないというか。ね確かに、 えー、こういうことが起こってきたの中でいやもう本当に今回の「東京中国」っていうのはいろんな意味で別の形になってきてしまったなというふうに思いますね。でこちら社民福島穂星選挙妨害対応強化の維新の 公職選挙法改正案に反対、表現の自由、侵害に懸念示すというふうに言われていたようなんですね。これを引用されて、小野寺正さんが、うむというふうに言われていまして、うむですね。うむというふうに言われていまして、ね、福島みぞほさんは、ああいうふうになってもいいということなんでしょうかね。すごいですね。で、こちら、幻の魚、伊藤の聖域に風力発電、原発相当計画に最大級の懸念というふうな毎日新聞の記事を紹介されて、吉田さんが、ダメだろう、これは再エネ数の、 再エネ卿ですか <laughs> 失礼しました再エネ教の人たちはもう目的が分かれなくなっているという,ふうに言われています、ね、え環境破壊してますよねでこちらです大部分は国立公園に指定されている串露湿原で太陽光パネルが増えた影響で絶滅危惧種の北山椒羽の絶滅の危険度が引き上がってられてどういうことというふうに言われたポストを引用されて西笠健太郎さんがこういう政策を始じめ再エネ不可金で悪徳業者を押し後押ししたのは 菅直人元首相をはじめとする民主党政権で拡大させたのは秋元正利被告や小泉進次郎元環境省らを中心とする再エネマフィアそれとマスコミですというように言われていましてまた北海道ゼロカーボン政策で破壊しているのはこのコンビだよとコンビだよなというふうに小 <laughs>、はい、野寺さんが言われていますねいや本当に。 <laughs> すごい状態を引き起こしてありますよね。信じられません。いやこ、ね、これ、小泉進次郎さんが支持率高いというか、国民の方々から人気があるっていうのはね、ほんと信じられませんよね、はい。皆さんはどう思われますでしょうか。ぜひ皆さんのご意見など、コメントをいただけたらと思います。というわけで、ここから先は、メンバーシップレベル1、レベル2の皆さん向けてのコンテンツとなります。ここから先は一般公開で使いにくいの情報も扱いたいと思っております。続きは動画欄からご視聴ください。 いっぱい詳細はここまでです。ありがとうございました。というわけで、ルーたくさん紹介したいんですが、本日は以上です。本日もありがとうございました。それではまた。通信最後はやっぱり屋敷動画で終わりたいと思います。本日はこちら。ケツかゆい小さなボンバットずっと見てるということで見てみましょう。はい。というわけで、いかがでしょうか。ね、これずっと見てられますね。 おじちゃんじゃなくてこの小さいウォンバット可愛すぎますね私もずっとこれやりますというわけでいつもありがとうございましたそれではまた